琴乃葉、話をしたいんだ。私、委員会が。終わってからでいいんだ。遅くなりますから。待ってる。遅くなると、門限もあるから。少しでいいんだ。でも。もう、ああいうことはしないから。そんなに嫌がるなんて思わなかったんだ。俺、手を握りたいって思ったのは確かだし、手だけじゃなくて、他のことにも気を取られたのは確かだけど、あれは偶然なんかじゃないけど。だけど、琴ノ葉が嫌がることをしたかったわけじゃないんだ。だから、もう一度謝ってやり直したくて。琴ノ葉、始まっちゃう。駅でホームで待ってるから。帰り？ええ、そっち駅じゃないよ。今日はバスで帰るんです。どうして？電車は事故で止まったりしてないよ。たまにはバスもいいかなって。電車に乗りたくないの？そんなことないですよ。ただ今日はバスって気分かなって。駅に行きたくないからでしょ。え、駅に誠がいるから。ずっと待ってるよ、あいつ。嫌いになった？そうなら、こんな風に避けないで行ってあげて。ううん、私が代わりに行ってきてあげるけど。嫌いじゃないです。けど。けど？やっぱり怖いんです。いざとなったら、男の子って。手を握られて。キスしたりとかも。キスしようとしたんだ。私、昔から男の子のそういうのって苦手で。わかるけど。小学校の5学年ぐらいから私、クラスで一番胸が大きかったんですよね。そう。そういうの、男の子に囃し立てられたり、いやらしい目で見られるのがすごく嫌で。それと、誠のは違うじゃない。わかってるんです。わかってるんですけど。だけど、やっぱり怖くて。桂さん。はい。誠、すっごく桂さんのことを大事にしたいって思ってるよ。はい。だけど、一方的に誠が桂さんを大事にするだけじゃ、きっと続かない。桂さんが誠のことを好きだったら、誠の気持ちには向き合った方がいいんじゃない？誠くんの気持ち？ほら、彼氏彼女って、そういうことじゃない？気持ちの共有っていうか。彼氏、彼女。あんな、エッチなことにすーごく興味のある年頃のやつが、手を握るのも我慢するーなんて言ってるんだから、すごい情報だと思うよ。はぁ、あ。とまあ、おせっかいはこれぐらいで。あ、どうしても嫌って言うなら、誠には相性悪いから諦めろって言っとく。大丈夫。桂さんを悪者にせずにうまく諦めさせるから、安心して。あ、じゃ、西園寺さん？ん？誠くん。あ、よかった。来ないかもって。心配した。いや、来るのは信じてたんだけど、なんていうか。あのさ、安心して。本当、もう手を握ったりとか琴ノ葉に触れるようなことはしないし、嫌がることはもう絶対にしないって約束する。誠くん。何？琴ノ葉。
頼んじゃったから。私、コト君の彼女だから。よかったじゃん。